霊夢とマリサの、ゆっくりイラストメイキング。早いもので、このマリサのイラストを描いてから、3ヶ月経ちました。3ヶ月といえば、あれだな。そう、3ヶ月上達法。細かい話は後にして、成果の確認として、このイラストをセルフ添削してみます。早速始めようぜ。まずはそうね。腕がおかしいから修正するわね。手を前に出すポーズだから、腕の太さのバランスが難しいんだぜ。こんなものかしらね。続けて手を修正するわね。ミニ8キロを持つのか？それも考えたんだけど、成長を比較したいから、ポーズは変えないことにしたのよ。なるほどなんだぜ。で、お次は髪の毛。うわ、全部消しちゃうのか？いやいや、それじゃあ添削にならないじゃない。全部同じレイヤーだったから、レイヤーを分けてるのよ。びっくりしたんだぜ。で、どんな風に分けたんだ？一番上に帽子、その下に髪の毛、さらに下に服や肌、って感じで分けました。レイヤー分けも終わったので、髪の毛の修正に本腰を入れます。三つ編みの付け根問題って何なんだぜ？付け根がどこなのかよくわからなくなっちゃったのよねー。とりあえず三つ編みは置いといて、横髪を描いてくわね。問題の先送りなんだぜ。そんなことないわよ。ちゃんと問題解決に動いてるでしょ。わ、悪かったんだぜ。後ろ髪は大胆に消したんだな。魔法を使ってるわけだから、ブワーって舞い上がってる感じにした方がいいでしょ。確かにそうだな。奥側にも髪の毛を追加して、ブワッと感を出すわよ。おう。これで髪の毛は OK。次はどこに手をつけるんだ？そうね。その勢いで、帽子のフリルに取り掛かるわね。添削前のイラストを見ると、フリルが硬すぎるよな。シャンプーハットかよって感じよねー。それでも当時は一生懸命だったんだよな。不思議な感じよねー。で、お次はフリルつながりで、スカートの裾に取り掛かります。スカートにもちょっと動きが欲しいわね。確かに魔法の勢いは出るとは思うが、フリルが難しくなるんじゃねえか？できるかな？じゃない、やるんだ。難しい形に挑戦しないと、成長はできないのよ。でも、本当に仕上がるか、不安との戦いになるんだぜ。そうなのよね。納得いかない。書き直し。やっぱり迷走し始めてんじゃねえか。やると言ったらやるのよ。もっと複雑なイラストなんていくらでもあるでしょ？諦めたら紙になんて絶対に近づけないのよ。確かにそうなんだぜ。成長を見守ってくれてる視聴者さんを裏切ることになってしまうんだぜ。よし、形はできた。影をつければ。これで OK。おお、前のイラストよりも柔らかな感じがするんだぜ。安心するのはまだ早い。フリルとの戦いはまだまだこれからよ。次はエプロンのフリルに取り掛かるわね。うわ、全部やり直すのか？しかも、これまた複雑な形に。どんどん魔法のブワッと感を出していくわよ。影を先につけて、立体的な形をイメージしやすくするわね。今のところいい感じなんだぜ。でも、ここの交差するところが難しそうなんだぜ。突撃。これは、やったのか？余計なフラグは立てないでくれる？突撃はおおむね成功よ。まあ、おおむねな。もうこれでフリルはやっつけたわね。おおむね全滅なんだぜ。そしたら次は顔を持っていくわよ。おう、かわいいマリサちゃんにしてほしいんだぜ。前向きに善処します。そこは全力でやってほしいんだぜ。だったら黙って見てなさい。ん？顔は情報量が多い方が目を引くので、髪の毛の影も追加します。
目と肌を別レイヤーにするために描き直します。黒目の線画が太すぎたので細くしました。目の描き方は前回のチルノのイラストと同じです。ただ黒目のハイライトをちょっと増やしたり、線画に色トレスをしたりしてます。ねえマリサ、なんか言うことないの？あれ、喋っていいのか？あんた、ずっと黙ってるつもりだったの？だって、可愛いマリサちゃんにし、はい、じゃあ、次行きます。次。悪かったんだぜ。私のイラストだから、ついついテンションが上がってしまったんだぜ。まあ、気持ちはわかるからいいわよ。とか話してたら、陰影が終わってしまったんだぜ。魔法も変更してみました。魔法の雰囲気は二次創作のアニメを参考にしたんだぜ。背景も簡単にですが、自作します。マリサと魔法のベースカラーは黄色なので、その補色に当たる青を使うことにしました。補色対比っていうらしいんだぜ。キャラクターを引き立てることができるようです。最後に色トレスをして、完成です。じゃあ、早速比べてみようぜ。3ヶ月前に描いたイラストが、なんということでしょう。このように生まれ変わりました。これは間違いなく、劇的ビフォーアフターなんだぜ。スカートやエプロンに、動きを出せたのが大きいんだぜ。そうね、フリルの硬さもだいぶん取れたわね。顔も情報量が増えて、顔は、まあ、良くなったわね。ちなみに今回はペイントソフトの差が出ないように、アイビスペイントで添削しました。ところで、3ヶ月上達法っていうと、お手本があるはずなんだが、誰なんだ？実は、四つ鳩で有名な、東木よし子さんです。そんなわけで、手元には四つ鳩が置かれてます。中の人、うつ病で休職したってお知らせしたでしょ？実は2回目の休職だったのよね。困ったもんだぜ。で、1回目の給食の時に出会ったのが四つ葉と、癒し系漫画として紹介されていたのよね。それをきっかけに、四つ葉ちゃんたちを描き始めたのよ。そんなわけで、思い入れがある作品なんだぜ。で、今回の給食中に3ヶ月上達法に出会ったのよ。じゃあ、なんで四つ葉ちゃんたちじゃなくって、私たち東方キャラなんだぜ。3ヶ月上達法のルールとして、先生にする人のキャラじゃダメなのよ。なるほどなんだぜ。ただ、漫画家さんを先生にすると問題があるのよね。なんなんだぜ？色の塗り方が全く参考にできない。そうだな、基本白黒だもんな。そんなわけで、色の塗り方は解説動画とかで勉強しました。でも、顔とか体とかのバランスはすべて、東木よし子さんをお手本にしています。ちなみに、スカーレット姉妹のような子供系キャラはエナ。私たちみたいな中高生くらいのキャラは風化。昨夜とかエイリンのような大人系キャラはアサギをモデルにしています。言われてみれば確かにって思ってもらえるかどうか感想をお待ちしてるんだぜ。ちなみにこの四つ葉ちゃんと綾瀬さん姉妹のイラストそれぞれ1時間くらいでささっと描いたんだけど、3ヶ月前よりはるかに上手くて驚いたのよ。これが3ヶ月描きまくった成果なんだと思うんだぜ。ということで今回はここまで。ご意見ご感想などコメントもらえると嬉しいんだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。